チャンネル。ピッチャー岩澤に代わりまして能見、9番ピッチャー能見、背番号14、プロ16年目、41歳、能見篤、タイガースのユニフォームを着て最後のマウンドです。能見がグラブを構えた。第7球を投げました。空振り三振。最後は148キロのストレート。さんでいいの？でいいと思います。いいの？いいですよ。あっちゃんでええんじゃん。別そっちの方がいいんですけど。うん。であっちゃんで今日は、はい、やらせてもらいます。お願いします、はい、まずは、まあ、18年間元気お疲れ様でした。ありがとうございました。長かったですか短かったですか？うん、終わってみたら短かったですね。短かった。関さん長かった。いや結構長く感じたけど、いろいろあったんですね。いろいろトラバン YouTube チャンネル、はい、知ってます？知ってますよ。見たことあります？ほぼほぼないですけどで今日はこのね、カードをね用意してるんで、ここに質問書いてますから、あんまなんかいい感じのオーラ出てないですよどれ行きましょう。まあ左から行きます。はい、ドン。おお、これからやりたいこと、まあ、引退して間もないけれどもなんかやりたいことって見つかりました？ね、一番は真剣にちょっとゴルフを上手くなりたいな。いいね。ってのはいいね、いいね。あるんです。なんで、何がきっかけで？引退した方々がめちゃめちゃ上手なってるんで、うんうんうん、ちょっとねそこは追いつかないとそれは私のことを言ってるのかな、はい、今はどれぐらいで回ってるの？今は大して変わらないです。 100？ そうですね、その辺を、はい、うんうんうん、あとは何かある？あと、でもちょっと野球しかやってこなかったので、うん、なんかいろんなスポーツとかの、うん、なんか深いところ、うん、また野球選手と違った考え方であったりとか、うん、いろいろ多分あると思うんで、うん、その辺はちょっと興味あるかな。それはなんか会ってみたいってこと？そうです、会って、アスリートに、はい、サッカー選手とかいろんなオリンピック選手とか。そうなんです、心構えとかってやっぱ違うと思うんですよ、ーチーム。それはあるよね、はい、個人とまたチームの。うん、僕はウィンタースポーツやろうかなと思ってるんです。何するんですか？雪だるますか？なんでやねん誰が雪だるまやねんじゃあ次行きますね。あと5枚、右から行きます。はい、今だから言える阪神時代の出来事。出来事、これもういいことと悪いこと両方ちょうだい。両方っすか？うん、そうですね、関さんが満塁ホームラン打って笑顔なしで帰ってきたやつもあったしあったな、あったあった、絶対負けられへん試合やったからな、はい、一悶着あったんですね。ないないないよさっぱりも爽やかにホームラン帰ってきたやんか全然7回裏のあの盛り上がるラッキーセブンで、あのシチュエーションで満塁の逆転満塁ホームラン打って笑顔一切なし、いやもう行きたい、もういつ行くんやろいつ行くんやろっていうのがあったから。まあまあそう ね、うん、いろいろありましたね。俺のことはいいんだよ出来事っすか？うん、今だから言える、うん、ランディが練習来ないとか。え、若かりし頃ですよランディの。そうやった？そうですよ。え、練習に遅刻してくるってこと？余裕ですよ。え、そんなん知らんわ。知らなかったですか？だって野手とピッチャーって練習始まる時間ちゃうやん。でまあ、外野と内野もちゃうし。そうなんですよ、だから先発ピッチャーだったので、うん、月曜日って先発ピッチャー練習あるでしょう、うん、来ないんですよ。え、あ、そう、
はい、朝の6時まで飲んでるとか。へえ。それはしょっちゅうじゃないですけど、まだランディが。でもランディって大概火曜日に投げるピッチャーやんな。その時まだ、まだやったかな。多分逆の金曜、金曜日か頭かもしれないんで。ということは金曜日に投げたら月曜日の練習は大体先発ピッチャーは10時です。10時でどういう練習内容になるの？基本個人の練習なのでもう、うん、でも投げたら次の日はなんかロングジョックして、その次の日はなんかってこう大体こう決まってる休みで、で次のその休み明けは大体ちょっと長い距離を、うん、ポールからポールまでっていうようなちょっとしんどいメニューなんですけど、けえへん。そうなの、尖ってた時代ですね、ラーニング。そんなんあったんや。ありました。結構最初の、今はねもうすごい、うん、やっぱり変わって、うん、ローテ守るようになってから全然変わりましたけど、最初はもう壁とかぶっ壊したりしました。いいね、エンジンかかってきたよ、あっちゃんが。あっちゃんのちょうだい、あっちゃんの。僕っすか。あっちゃんなんかサイドスローしてなかった？サイドスローはしてましたね。結果出なかった時なんで、うん、もうでも2005年に入団して2008年ぐらいからサイドスローも取り入れたんですけど、うんうん、まあそれまでずっと結果出てなかったので。でも2005年が1年目やんね。そうです。で開幕1軍やったよね。はい、3戦目やったし僕で、割とそのまま順風満帆にいってると思ってる人が圧倒的に多いと思うんで。そうなんですか。交流戦の2ヶ月、だから開幕から2ヶ月までは頑張ってるローテーションは入ってましたけど、うん、そっから落ちたんです。もう上がってこず1年目はで、いや上がる多分予定が、順調にいってた上がる予定は多分なかったんですけど、うん、ちょうど安藤さんの奥さんがちょうど倒れられて、うんうん、で急遽安藤さんが付き添わないといけないって、うんうん、でも安藤さん先発その日決まってたので、うん、急遽いなくなったんで、うん、僕練習朝鳴尾浜まで練習行こうと思ったら止められて、うん、マネージャーにちょっと待っといてって言って、うん、ロッカーで、うん、で何も聞かされないでそのままちょっと上行ってくれって言われて、うん、行って、でも安藤さんって決まってるのは知ってるので、うんうん、なんで上行くのと思って上行ったら、うん、今日先発なって言われて、うん、えって言ってすごいな。そう、安藤さん急遽奥さんの看病ちょっと背中ダメなんでって言って、うん、それ2005年やから岡田監督の時は9月ですよ。お、結構大事な時期やんか。そうです。へ、そう、初回2点取られたんです、きっちり。へえ、そうやったよ。そういうのを野手知らんな。そうなん、それいきなりでも勝利投手だったんですよ僕。へえ、すごい。野手の方頑張って打ってくれて、そのは定着。そんでそっから、はい、そのまま広島でも市民でも投げて勝って、うん、だからそれまで2勝しかしなかったんですけど、その勝って勝ってなんで4勝までいって、でそのままなんでサイドスローになっていくの？そっから同じようなだから結果の、うんうん、定着もできない、うん、でもたまにはこうとする、うん、でも続かないみたいな感じでこう、やっぱり使いにくいっていうのもあってどんどん落ちていって、で結局それが4年ぐらいずっと続いてて、2008年はもうファームで抑えもやってましたし、上に上がることもほぼなかったんで、まあそこでまあジェフのサイドスローから上に投げる投球を試合で1回だけ見たことがあって、あ、これ面白いな。え、シーズン中にサイドに転向したの？で、シーズン中から途中からやり始めた。器用やな。まあ、目先を変える、バッターの目先変えるだけど、めっちゃ嫌やけどね。だけで始めたんです。へえ、そう、すげえなそれ。いやいや、でも結果出てなかったら何かをこう変えたい。まあまあそうやけど、うん、毎日それの繰り返しやったりするけどね。ちょうどそのだから2005年から2008とかの間ってもう僕自身が必死な時期でレギュラーを張ってたか張ってないかぐらいのちょうどの時期やったから、あっちゃんも同じように活躍してたんやと思ってた。いや違いますよ、だって2005年でしょ、2008も優勝争いしてるじゃないですか、うん、だから結構上はすごい強い時期やったので。じゃあ今だから言える阪神時代の出来事、サイドスロー。サイドスロー、まあでも知ってる方はね、ジェフの偶然上から投げたのを見た。でもね、なんかね、そのネットとかで見ると僕がジェフに
すごい怒られて変わったみたいな感じなんですけど、うんうん、一切怒られたこともないし